下头有人压着，老头有人拽着，拽着啊，不动，不动呀，把我这里的这个拽，地嘛呀，拽，他画的就能动的，他死了就不动了，全丢掉，不小心我给你们拍，我就。私はひどい目に遭わされました。どういうふうにやられたかというと、私の両手と両足に本当に押し付けられて、で私の骨またもあえた後、あばらの何箇所がその特にこの骨折してしまいまして、で皆さん見てごらんなさい、見てください。私はもともと165センチだったんですが、こちらの骨が骨折してしまいましたので、体が変形してしまいまして、今147センチ。私は日本人を憎んでます。憎んでます。ママの意思は、はい、没有的，那人气死他少了，叫他们。啊，私は家も何もかも日本語に失ってしまいました。私は一人ぼっちになって、生育もできなくて、貧乏で。生活の努力も失って、約半世紀前、日本はアジア各地を侵略し、戦火を広げていました。この戦争による犠牲者は2000万人に上ると言われています。以前からの植民地だった台湾、朝鮮はもとより、中国、フィリピン、インドネシアなど日本軍に占領された各国では、強制的に人々が連行され、日本や現地で過酷な労働に駆り立てられました。また、多くの女性たちが、従軍慰安婦という名の性的奴隷にさせられました。日本軍と日本政府の行ったこれらの行為は明白な戦争犯罪であるにもかかわらず、戦後ほとんど追及されてきませんでした。しかも日本は戦後一貫してこうした事実に口をつぐみ、自らの過去を隠蔽しようとしてきたのです。被害を受けた人々の多くはすでに亡くなり、また生き残った人々は今でも心と体に深い傷を負い、経済的にも苦しい生活を強いられています。その一方、日本政府は戦争を引き起こした側の日本軍人の遺族約200万人に対して、今なお年間1兆6000億円という巨額な補償を続けています。不思議な国、日本です。戦争犯罪についての真相解明を求める日本の市民団体は92年12月9日、国連における人権関係の有力なメンバーを招聘し、日本の戦後保障に関する国際公聴会を開催しました。公聴会には、この間名乗り出た各国の戦争被害者が一堂に会し、証言を行いました。従軍慰安婦とは、日本軍の管理下で戦場に連れて行かれ、兵士を相手に強制売春をさせられた女性たちのことです。慰安婦の8割は朝鮮人で、中国人、台湾人、日本人と続きます。また日本軍に占領された東南アジア諸国の女性たちもその犠牲になりました。総数は10万人から20万人と言われています。私は17歳の時、
あの卒業したばかりの私が南洋の果てチモール島に連れられて行きました。私はその時は何も分からずに連れられて行きました。看護婦に行くだと言ってね、騙されて行きました。ビンナで10人行きました。朝着いた朝、あくる朝、あのあそこの総司令官がね、海軍の総司令官、私を連れてあの司令官の部屋へ行きました。何をするか私はその時何も分からずについて行きました。後になったら分かるよとこう私に言いました。後でいつであそこに座りなさいとこう言ったの。なんて私をそう騙してきた方を尋ねた。あんたは慰安所よとこう言ったの。慰安所って何かって私もそうびっくりしてね、何も返事はなかった。その司令官はね、あそこに泊まりなさいってこう怒鳴ったの。私はもうあの18歳の娘でしょ、初めてあんな ところ兵隊の司令長官って本当びっくりしたのよ。その時は私はびっくりしてね、どうしようかって、早く帰らせてくださいとそうお願いしたのよ。もうその時は私軽い気でね、司令長官帰らせてくださいよってこう兵隊さんに言いました。司令長官はそう言わずに、何もこの子はもうまだ少女だからね、やらないとダメよ、逃がすなよとこう兵隊さんたちに言ったの。もっと森木、私は 何も分からないまま連れ去られて、満で18歳の時、軍人の慰安婦として私の一生をめちゃくちゃにされました。5人の軍人が私の家を襲いました。腕章もしている人もいました。とにかく家の外に出てこいというのです。私の腕を掴んで部屋から連れ出しました。そして割り箸のかんざしを引き抜きました。それがその軍人の顔に当たってちょっと血が出たのです。そう、그렇지만은할수없는죄인도아닌우리를갖다가しかし罪のない私たちを딱매간지를끊고そのように殴ったり蹴ったりして12歳、13歳、14歳の韓国の女性たちをそういうふうに連れて行ったのでした。1日30人でしょうか、35人でしょうか、受け入れました。力を入れてもっと大事、ほとんどもうそっと直前です。息が苦しくて気絶したりしました。なむなむ아파요、本当に痛かったです。なむなむ아팠어、あまりにも苦しくて痛い痛いと言ったりすると、何が痛いかこの野郎とか言ってまた叩かれました。お母さん痛いとか言って、何がお母さんかまたぶたれました。その時に私は歯がすべて抜けてしまいました。日本さんとこの野郎かもたくてりご、日本人たちはことさえあればこの野郎この野郎と言いながらぶっていました。足を広げて
押しつけ몸에딱다죽고속도로가도나있긴해조그마한그무던몸에상승한장전오고아무것도눈에무사람도불도안보여서눈에난니뭐미에르것도안아깝다고싶어요까뻑까뻑넘어갔어요그래서일날라가있긴해오늘날라가서또일나서설라가이군인간들이라서일이끼는데설라가있긴해뭐오키아가로것도못이끼마상되지난양쪽もう足はほとんど怪我がいっぱいで前も後ろも裂けてしまいましたほとんどその穴が続いてしまったかのようでした私の体は見る人は全て私の体を見てしまったら泣いてしまうでしょう私はもう人間ではない너무너무내가억울하고분한게뭔가그런느낌은내가정말悔しいと思うのは私の体がそういった日本によって避けられてしまったわけなんですけれども少なくともこの51年間それを我慢してきたわけなんですけれどもなぜこのような優しい人のいい韓国の女性たちを자석도못놓고子供も産めなくし、ぐったり、消えない傷跡を作ってしまったのか、ということです。なんで強制的に、私は本当に日本のことを考えるだけでも、本当に悔しくてたまりません。多分彼らが許してくださいと言ってきても、多分許すことはできないかもしれません。強制的にそんなことはなく、強制的にしたことはなかったなんていうことが本当に私は悔しいのです。私も沈黙を破りました。50年にわたり沈黙を守ってきましたが、そして今日私の娘が私の隣に座っております。私に精神的な支援をしてくれるためです。私はアンバラ収容所に母と妹2人と収容されておりまして、すでにもう2年間ほど収容されておりました。これは1944年のことでした。その日私は私たちのバラックの方にこの非常に厳しい労働の後で戻る途中でありました。そして戻ってきたその収容所では非常に大きく何らか大きな騒動が起こっているようでした。軍隊のトラックで日本の軍人たちが到着したのです。何人か到着しまして、私たちこれは点呼を受けるんだと思いました。しかしながらここでは点呼ではなくて一つの命令が出されたのです。すべての独身の女性17歳以上の女性はこの校内に列を作って並べと言われたのです。その時には女の子たちは全員泣いていました。泣く私たちはトラックに積み込まれました。それから他にも6人の女の子たちが私たちのこの惨めなグループに加わり、結局全員で16人の女の子がこのアンバラキャンプから私たちの意思に反して連れ去られました。でついに開店の日がやってき、我々本当に恐れおののいて食堂で全員肩を寄せ合っていました。我々全員処女でした。セックスについては誰も何も知りませんでした。私たち本当に純真無垢で、お互いに何か知ってるか、一体何が起こるのか、どういうことが私たちに起こるのか、少しでも知識があればそれを共有しようとしました。そこで待っていて、本当に恐怖で私たちの体は凍りついてしまうようでした。今日になっても私はあの時の恐れを決して忘れることができません。でも一番悲しくて一番悪いのは、最悪なのは、私の夫が私を抱こうとするといつもそういう恐れをまた感じてしまうということです。で私は性行為をあの時日本人が私にやったことのゆえに、このセックス性行為を一度も楽しむ喜んで迎えることができません。
で私は叫びました。ドンドン、インドネシア語で言うとジャンガンジャンガンと言うんですが、やめてくれやめてくれと私は叫びましたが、彼は私を寝室に引きずり込みました。彼はもう今では全く忍耐心を失って、私をベッドの上に放り投げました。そして自分の私の衣服を剥ぎ取ると、彼は私をベッドの上に押さえつけました。彼の重い体重が私の上に乗りかかりました。でも私は一生懸命になって彼に手向かいましたが、彼はあまりにも強く彼を引っかいても、どうしても私にはどうすることができませんでした。私本当に泣きながら彼にレイプされてしまいました。もう永遠に彼は終わらないのではないか、やめないのではないかと思われました。こうした非人道的な残虐なレイプという行為、言葉では言い尽くせません。それはもう死ぬことよりも悪いことでした。だいたいどのぐらいこのサマランの保安所にいたのか私ははっきりと覚えていません。少なくとも3ヶ月でした。もうそれ以上はとても耐えられない状況でしたが、その間日本の人たちは私を本当に屈辱の極みに陥れ、私の若いこの人生をめちゃくちゃにしてしまいました。私から全てを取り上げてしまいました。私の自尊心や私の人間としての尊厳、私の自由、私の持ち物、私の家族、全てを取り上げてしまいました。でも彼らが決して私から取り上げられないものが一つありました。それは私の信仰です。私の神に対する愛です。これは私のもので、私の持っている最も貴重な所持品で、私のもので、誰もいかなり人もそれを私から取り上げることはできなかったのです。私は神に対する深い信仰があったがゆえに、この苦しみを耐え抜くことができました。日本人のこの残虐な野蛮な手にかかったこの苦しみを生き抜くことができました。日本人が私にしたことに関しては私は許すことを覚えました。しかし忘れることはできません。17살먹었습니다그래17살먹고어느날한날에ある日、가을입니다에秋でした。이런사복차림한사람이에修復일본사람인데말을했던人が日本人でした。제고발음속에한말을잘못했습니다에朝鮮語も少しはできるようでした。でその人が言いました。君、いい職場を見つけてあげよう、だから一緒に行こうと言いました。で私考えました。人のうちで働いて少ない食料をもらうよりはどっか工場にでも行って働いた方がいいんじゃないかというふうに思って行くって言いました。多分その中朝鮮と中国とソ連の国境地帯を叩くと思います。いい職場だったと言ってたのに、なんでこんな農村なんかに職場などあるんだろうとか思って不思議に思いました。東満湖っていうがある川があるところでしたと思います。そこに部隊がありました。軍の部隊がありました。ちょっとしたバラックみたいな家がたくさん建っておりました。ドアの前にはスタレみたいなものが測っておりました。なんか女性たちがたくさんそこで外を覗いてみたりしました。そこでここはどこだろうとか言いました。そしたらその女性が言いました。なんで君はここまで来たんだ、もうここは死ぬ前には出られないところだよと言いました。そこで最終的に着いたところは倉庫でした。倉庫に入れと言われて入りました。そしたら日本軍が入ってきて、今着ているものすべて脱げって言われました。そこで日本の着物を出されました。
そうじゃないと、着ているものをすべて脱いで日本の着物を着るように強制されました。それから私の名前はヨングシルと言いますが、エイコと書かれた名札、君の名は故郷からエイコだよっていうふうに言っていました。その時に私の部屋にある人が入ってきました。その時初めて入ってきた人は最初に私に声をかけた人でした。私を連行してきた人でした。星を3つつけていました。そしたらその人は私を引っ張って、私は怖かったです。声を上げました。その時、強姦されました。その次、その夜、その一人だけではありません。将校が七人やってきました。七人にレイプされました。そこで気絶し朝になりました。そしたら与えられたご飯はまた同じような粗末のものでした。昼から一人二人何人も何人もやってきました。日曜日などは本当に列を作ってやってくるほどでした。合群するように歌いながらやってきました。日曜日などは50人40人以上はいたと思います。本当に私は死のうとしても死にきれずいたわけです。話は限りないのです。でも時間が足りないので最後にもう一言申し上げると思います。日本政府は私たち朝鮮女性に昔お金を私たちがもらうためにそのような行いをしたと言いますが、日本人は自分たちの娘、妹、またそのような自分たちの娘や娘や妹たちはお金をもらってそのようなことをさせてもよいのかと私はそう思います。日本政府ははっきりと謝罪して保証すべきです。やることやらないと恥をかくだけなのです。日本政府に対して言いたいことはこれだけです。今後機会があればまた申し上げるようにしたいと思います。どうもキム・ヨンシルさん、ありがとうございました。本当に私はお嫁にも行けませんでした。もうどうすればいいんですか。南にもこんな人がいるなんて私は下にいたので知らなかったのです。なんてひどいことをやったのでしょうか。너무했다너무했다이렇게만날줄몰랐다정말로もう死にきれません。私たち韓国人はこんなに全部が関係を得たがるか。一体何の恨みがあったのでしょうか。私たちを強制連行して、私たちのようなつぼみを強制連行して、そして今となっては知らんぷりをして、私たちにそのようなことをしてはいけないのです。今分かったことは、北と南の方両方が同じ場所で従軍慰安婦の慰安所にいたということが分かりました。それを一応ご報告させていただきます。子供たちが漏れるんで無縁と漏れるやんと。私は腰とお腹がもう痛くて
どうしようもなりません。I will tell you 私は a few lines of my story. 私の経験したことを皆様にここでお話ししたいと思います。14歳の時でした。3人の日本の兵隊がポートマカリンというところで私をレイプいたしました。 Again, within 2 weeks they raped me again.それは一度ではなく何日にもわたって行われました。1942年アンヘレス、に戻りました。そして抗日運動に参加をいたしました。私は日本に対して非常に深い恨みを抱いておりました。あるところにおりましたときに日本の軍に見つかりまして、あるところに連れて行かれました。そこには6人の女性がいました。小さな部屋に私は連れて行かれました。そして日本人が12人から20人の日本人にレイプされました。私は本当に若かったですから、とても傷を受け、そして痛くて泣きました。出血もいたしました。私は慰安婦として使われたわけであります。それが2時から夜の10時まで慰安婦として働かされました。私はとても若かったです。ただただ泣いて泣いて助けを求めました。母の名を呼びました。しかし母はおりませんでした。夜は寝ることもできませんでした。体はとても痛みました。今までは子供にも、あるいは夫にもこのようなことは話せませんでしたけれども、日本軍が私に対してしたことを話すことはできませんでした。フィリピンの慰安婦であったというようなことは私は言えませんでした。しかしながらラジオで放送を聞いて慰安婦調査委員会に連絡を取りました。日本軍によって行われた残虐な行為、これは50年前のことですけれども、私はもうこのことは許しました。その人たちも私と同じように今年を老いているはずです。これ以上悪いことはできないはずです。ただ今回私は日本の政府に対して同情を持っていただきたいとお願いしたいと思います。慰安婦の女性たちにまず個人個人に謝罪をしていただきたいし、また補償をしていただきたいと思います。時間を戻すことができるならばと思います。私の若い時代のことを見てほしかったと思います。私は希望がたくさんありました。青春時代、夢もありました。その時代に帰りたいと思います。その大切な青春時代に日本がどんなことをしたのか気がついてほしいと思います。生きている間にこれを語りたいと思いました。